金山河合博士畑公費から1931年3月14日は日本の林学者。本名は河合太郎。日本統治時代の台湾において有山森林資源の開発とその手段として世界有数の登山鉄道、有山森林鉄路の建設を提唱した。その功績から有山開発の父と呼ばれている。1865年。 終わり国名古屋で出生。明治23年、帝国大学農科大学林学科を卒業。明治30年、東京帝国大学助教授に就任し、同年ドイツ、オーストリアへ留学、西側先進国の森林開発と営林制度を学ぶ。この時、後藤新平と知り合う。明治32年博士号を修了。明治36年に帰国し、 東京帝大で教授に就任、林学博士だった河合は、台湾総督府で民政長官となった、後藤の招兵で1902年5月より、アリさんの調査を開始。嘉義市から高連、十字路、タツクを経由して有山に到達。その森林が材木として、高品質で資源量も十分だと、見出し、日本による森林開発に可能性を前進させた。 報告を受けた、後藤も開発に前向きとなった。しかし、平地からの距離と2000メートル以上の高低差は、河合のこれまでの経験をもってしても、未知の領域であり、留学先で視察したレーティッシュ鉄道アルブラ線などの手法をそのまま持ち込むことは困難であった。独立山駅周辺のスパイラル,ループ線と8のアザループ設計にかなり苦労したが、ある日、 土木工学とは無縁な農夫との雑談でそばにいた、カタツムリをヒントにその渦のように何へも旋回させれば、どうかという提案を受け、スパイラルループ戦による途半をひらめいた。これが、有山線最大の特徴ともいえる独立山の三重、スパイラルループである。また別の日に、同じ農夫に会い、頂上での蜂の、アザループを組み合わせるに至ったという。長谷川金助らの総督府側は、 ラック式鉄道による途半に積極的で、河合は元としてループ線案を譲らなかったが、高コストなことが要因で、1904年に帝国議会で河合案は否決されてしまう。1906年に藤田組による民間事業として、平地区間の竹崎駅までが、翌年に独立山区間も着工された。の構想がついに結実するかに見えたが、 平地区間で工事費の大半を費やしてしまった、藤田組に残り区間を完工させる財務的余裕がなくなった。1九0 8年、藤田組は事業継続を断念した。同年に台湾総督府鉄道の重管線が全通したが、それに接続することも間に合わなかった。総督府内でも、河井の理念は理想が高すぎると好まれておらず、長谷川の促成主義もあって、 河合の発言力も低下していく。しかし藤田組が撤退して2年後、日本から臨務官僚が多数視察に訪れ、同行していた、植産局長が、このまま未完成で放っておくのを惜しんで、肝入りで事業が再始動した。再度帝国議会に図られ、無事通過を果たした。1910年に工事が再開した。1912年に有山線を開通させると、 翌々年には沼の平の有山駅まで全通した。川合は短距離で高度は稼げるが運行時のリスクが大きい中腹部から山頂部の野の地型スイッチバックの採用には消極的だった。コストはかかるものの登山鉄道の永続的な経営のためにもっとシャドの緩い迂回ルートで距離を稼ぐことを理想としていたが総督府内での影響力低下で、 それも叶わなかった。そのスイッチバック区間では1914年に転覆事故が起きており、河合の愛で死である新道熊之助が殉職した。河合はこれに多大なショックを受けた。前線開通後の森林伐採と植林による資源保護も指導を行い、開通後に総督府は森林開発を加速するようになった。第一次世界大戦の勃発などで、 台湾の木材輸出は旺盛であり、貴重な台湾辺にヒノキが続々と切り倒されるのを目の当たりにし、河合は角の開発に加担してしまったことを後悔するようになった。1926年に教授職を退官、哲学研究に没頭した。1931年東京の自宅で英民、去年67歳。その後文科生たちが有山に河合の記念碑を混流した。 記念碑の文字は1933年、友人の京都帝国大学教授の哲学者、西田喜太郎のものとされている。河合が、アリ山地区の探索に成功したことで付近の河川が河合系と命名された。1906年に藤田組の工事関係で森林調査に赴いた際、石膏、板景までの道中で材木のことを一心不乱に考えていた河合は夜間に、 大きな岩石で横になって、紙を取ろうとした。山頂から顔を覗かせる暁が見え、樹齢千年の古木が立っていた。そして大自然の偉大さと絶景に、我を忘れてしまうほどだったという。その後日本へ戻り、1918年に同じ場所を再放した時には開発のために風景が一変していた。その時の感傷的な気分を表した死を残した。 河合太郎の金層入り水微信、罰、人千年古木林、枕石古苔山無償、名前倒作九時音。後年、眠りお月下は、眠り月という地名の由来となり、そこを通る鉄道も眠り月線と命名されることになった。後藤は河合を助けることができなかったが、河合庵を諦めたわけではなく、別のところで実現させる気を伺っていた。1909年に、 九州でループ線の被殺線が観光、後藤は当時の鉄道院総裁だった。そして、河合の発想から生まれた建設ノウハウは、皇族の森林鉄道路線の建設時に活かされることになる。戦後、台湾でも再評価されるようになり、カラス山カシラダム建設に従事した、発対予位置に匹敵するとまで言う者も,もいる。ありがとうございます。